おはようございます。さあ今日はですね、秩父に来ました。奥秩父、よいしょ、この崖を降りていきます。こっから入るのね、初めてなんですよね。どうやって行くのかな。あそこの下にね、流れがこうザーザー聞こえるの分かりますかね、轟音が。ああ、あそこ通っていくのかな。どっから入るんだろう、これ本当に入れんのかな。あそこに段があるな。この段を行くのかな。よし、気をつけながら行かないと危ないね、ここは。よいしょ。わあ、結構流れ速いね。この間ね、5月の頭だっけな、一度来てるんですよ、本流。その時は本当に水の量が多くて、よいしょ。よし、さあ入ってきました。来ましたよ。さあ第1投目いきます。おりゃー、 OK。ダメだ。反応がないですな。あの辺そうなんだけどな。水の量が多いからやっぱ。今日もちょっと厳しいかもな。よいしょ。今ね、時刻は7時半なんで、よいしょ、ちょっとやってみてダメなら移動ですな、早めに。普段はね、川の中歩いてんだよね、ここも。うわ、おるやろ。もう一回沈めた方がいいかな。いやー厳しいなー。よし、本流おしまい。さて、本流がね、やっぱり濁って水が多くてダメだったんで、2箇所目に来ました。2箇所目、ここはですね、ご存知中津川でございます。
ここ中津川でも僕初めて入る場所ですね。おお、追ってきた追ってきた、魚影はあるね。サイズ落とした方がいいかな。やっぱ絶天苦ですな。おらんね、お魚さん。足跡もないのに、こんなにいないの。全然いないとこやってんの。今時間は11時半ぐらいなんですけどね、いい軽装なんだけど全く魚っ気がないですね。なんか赤ちゃんみたいなのを追っかけてくるけど、あーもう疲れてね、今からお昼です。いやー参ったね。これとかすごい良さそうですよ。全然いないの。やっぱ人気の川だけあるね。さあ後半スタート。釣れなかったらもう途中でやめちゃうかも。なんか濁ってきたな。なんでこんな濁った。濁ってんな。よし、やっとかやっとかい、取れてるか。うわ、ちっちゃちっちゃい山根さん。ういうい、子供山根ねえ、綺麗な子供山根さん。はい、当たりもよく分かんなかったよ。綺麗だね君。やっとこ、まあでもこれがこの辺のアベレージサイズかもしれないな。ねえ綺麗、ちっちゃいけど15センチもない感じ、12、3センチって感じ。はい、濁ってるけどね。バイバイ、いいよ行って。あ、そうか、写真だけ撮らして。すごい濁ってきてて、見てこれ、さっきまでものすごい透明だったのに。なんでしょうねこれ。なんか怖いんだけど、鉄砲水じゃないよね、まさか。いや、あれか。ね。ねえ、またやるか。
おお、足元に結構でっかいサイズのやつがいたぞ。今こんなとこに逃げてんの？濁ってるからこんなとこに逃げてんだね。すっげえ浅いとこにいた今。25は超えてたな。ああいうの釣りたいんですけどね。いやでも分かった、浅いとこにいるっていうことだ。そして結構近づくまで逃げなかったから、やっぱ濁ってるから見えないんだよ。あれぐらいのが釣れてくれるとね、めっちゃやる気出るんだけど。帰ろうかなと思ったけど、ちょっとあんなん見ちゃうとやろうかなって気になるね。上行っても大丈夫なんですか？あ、ここの下を通らない方がいいってことです。あ、もうちょい向こうに移動する。あ、OK です。よし、また赤ちゃん、あ、赤ちゃんバラした。よし、あ、またバラした。ダメだなこいつ、このフックがダメだね。これはでかいのに変えた方がいいかな。